分の中でやりきったなっていうふうに思ってるので、まあ、満足っていうか、まあまあ頑張りました、ね、やっぱ結構なんですかね、きついというか苦しい局面とかも、まあ、どちらかというと楽しいっていうよりは苦しい場面の方が多かった旅だったので、よく、まあ、まあ諦めずにというか、まあ、逃げずに向き合ってきたなっていうところですかね。まあ、前回はこう選ばれる立場で、今回も別に立場は変わってますけども、自分のこの、まあ、マインドとしては自分もやっぱりこう選ばれないと、あの相手からこう好きになってもらえないと、なんかこうお互いがこう上に登っていけないなってずっと思ってたので、あんまりこう選ぶ側っていうふうには思ってはいなかったですけど、でもやっぱりこうローズセレモニーとかやっぱあるんで、絶対にこうお別れしなきゃいけない人が出てきて、それをこう少ない時間の中で判断するというか、そこでこう見極めていかなきゃいけないっていうのは難しかったですし、やっぱりお別れするっていうのはこう時間がこう徐々に徐々に経って、その人との関係がやっぱり良くなっていくにつれて、お別れするのは本当に辛かったですね。そうですね、まあ何個かあったんですけど、まあ一つとしてはやっぱり自分がこう飾っていないかというか、こうかっこつけすぎてないかっていうところっていうところで、一緒にいるときに自分として違和感がないかっていうのは見るようにしてましたね。まあ、もちろん全然自分の姿だなって思うんですけど、やっぱり恥ずかしいですし、こいつデレデレしてんなとか見てるのはあの自分でも恥ずかしいんで、やっぱ親とかやっぱ友達にはあんま見られたくないですもんね。結構ニヤニヤしてたねとかっていうふうに飛ばしとかが言われると、すいませんっていう恥ずかしいです。やってみたいっていうか、なんですかね、前回やっぱりこうああいう場所行った旅では、まあ、最後こう選ばれないっていう風に終わってしまって、まあ、自分としてはそこでこう結婚したいなっていう思いが強くなってたんで、じゃあなんかどこかでリベンジする機会ないかなっていう風には思ってはいましたけども、まあ、まさかこういう風にあの改めてお話をいただくとはあまり思ってなかったです。前回の旅が終わってから、まあ、時間がこう空いている中で、自分としてもこう事業は確か自分が始めたりとか、こう仕事にこう注力していっていった時期でもありましたし、でやっぱり仕事にこう注力してたんで、恋愛からはだいぶこう遠ざかっていてしまっていたので、このまま結婚できないんだろうなっていうのはまた思ってて、でもこの話をいただいた時にやっぱりもう一回向き合えるなっていうふうに思いましたし、まあ、もちろん仕事を始めたばっかりで不安な面もあるんですけども、やっぱり結婚っていうのは自分の中でも一つ諦められる夢というか、自分の目標の一つでもあったので、まあ、この機会にもう一回しっかり向き合っていきたいなっていう、まあ、気持ちというか、まあ、勇気というか、まあ、決断しました。そうですね、一番最初に自分が車から降りて坂東さんにお会いする時が一番緊張しましたけど、もう何言ったか本当覚えてないですもん。お帰りなさいバチェラーっていう言葉いただいたんですけど、もう自分何言ったか本当覚えてなくて、結構喋ってたんですけど記憶はゼロですね。まあその時出てきた言葉で行こうかなっていうふうに思ってたんで、そうなんですけど、多分もう本当頭多分真っ白になってたんで、そこは一番緊張しましたし、であそこで待ってる時は、最初のやっぱり3、4人ぐらいはあんまり覚えてないですね。やっぱ緊張しましたね。一回やってるとはいえ、まあ、向こうも緊張してるんだろうなと思って、こっちがこうリードしなきゃなって思ってたんですけど、まあ、あまりうまくできてなかったのか、いや、やっぱり最初がもちろん緊張しましたね。本当未知の空間なんで、どこでどうなるかが分かんなかったんで、やっぱりバチェロレッテの方が緊張しましたけど、一応その過程というか一応分かって今回立ってたんで、そこはちょっと若干触りましたけど、あーそうだな、やっぱりパンチはなかなかね印象づきますよね。児玉さんパンチあれは、はい、あんまパンチされたことないんで、そうです、初対面でパンチすげえなって思いましたけど、あとは結構私に対して食べるのが好きだっていうのを皆さん知って聞いてくれてたんで、食べ物攻撃は印象のことですね。最初のおにぎりとか、シエさんのなんか
菓子クッキーとかブリスボールとかいろいろこうあったんですけど、あやっぱ印象残りますね。まあ、やはり当時そこにいた時はそこまであのめちゃめちゃ感じたかって言われたらあのそこまで感じてはいないですけど、まあ、改めて映像を見てからも思いますし、うん、でもなんか嫌な変な空気っていうのは流れてないんだろうなっていうのはなんとなく感じていました。そうですね、まあ、あのいろいろねあの反省するべきところはあの多々あって、まあ、勉強になるところももちろんありますけど、あとはまあねあのそんなこと言ってたのかというこの野郎と思うところも多少あったりなかったりしましたけど、まあそれはそれでねあのいい裏側が見れてよかったなというか、まあ、それも一部で可愛らしいなって思いますけど、そうですね、やっぱり一番最初の、尾崎さんとデートした回は、まあ、自分がやっぱり一番こう日常的にもやりたいやっているデートの一部をこうくり抜いてあのメキシコにこう当てたんですけど、まあ、ショッピングが好きですしその後こう食べるっていうこの流れっていうのがあの私としてはこう普段の生活でこうやっていることだった、それをこうメキシコでできたっていうところと、やっぱ一番最初のデートだっていうところでかなりやっぱ印象としては残ってますね。もちろん選択に関しては一つも後悔はないですし、そこに関しては何も迷いはなかったんですけど、迷いはないわけですけど、まあ上げたらきりないですけど、でもなんかまあそれが今こう自分がやったからこそ、まあ、こういう、まあ、結果に結びついてるんだなっていうふうに思ってるので、あまり思わないですかね。2つのやっぱ旅を通してトータルでやっぱり勉強になったというか成長できたっていうところはやっぱりこう相手にこう気持ちを伝えるというか、まあ恋愛でもそうですけど、恋愛じゃないところに関してもしっかりこう自分の意図というかちゃんと話さないと伝わらないですし、もともとやっぱりこう分かってくれてるだろうなっていうふうに勘違いして生きてきた人間だったので、なんかやっぱそこをしっかりこう伝えたら伝わる、伝えたらこう喜んでもらえるとか、そういうところがこう、自然にできるようになったんじゃないか。いろんな人にねこう好き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 言いまくるのも良くないなと思ってましたけども、でもやっぱ自分の気持ち伝えないと、相手もこう踏み込んでこれなかったりとかやっぱりするんだろうなっていうふうには思ってますし、もちろんねストレートに伝えてくれる方も中にはいましたけど、そういう人じゃないっていうのはやっぱりこちらからやっぱアクションかけていかないとダメだなっていうふうにやっぱ途中、まあ、最初から思ってましたけどなかなかできてなかったんで、それでこうなかなかこう振り向いてくれないとやっぱ寂しくなるんで、だったらっていう、もっと自分がギア上げていかなきゃなっていうのは思いました、思ってましたね、はい、やっぱ序盤はずっと思ってましたね、本当だこれ大丈夫ですかって思いました、俺のこと大丈夫かって好きな人いんのかなっていう、やっぱ不安でやっぱずっと生きてるんで、それをやっぱりこうだから言ってくれるってやっぱ嬉しいですし安心できるんですけど、そうじゃない人がやっぱ多い中でもう大変でした、めちゃめちゃ不安でした。あとはしっかりこうその方が何を伝えたいのか言いたいのかっていうのをちゃんとこう聞くようにしてましたし、まあ、まず否定とかはまずしないですし、まあ、本当に話を聞くようにしてたんですけど、でも話を聞きすぎてこいつ私に興味ねえなっていう全然質問してこないっていうあのワード出てたんで、また違えなと思って、もう難しいですよね本当に。だから何か別にうまくいったわけじゃないんですけど、いろいろそこでちょっと勉強してたって感じですね。だから全員に同じ技をぶつけても全く響かないんで、この人はこの人でこっちもやっぱ準備してきますし、この人はこの話をしようとかこういうアプローチかなみたいなのをやっぱ行く前に全部一応メモとかで書いてやっぱやっていくんで、それがやりすぎると逆に空回るっていうのがありましたね。そうですね、うん、やっぱ栃木アイシャスさんはやっぱり、まあ、お互いがやっぱりデートするのもやっぱ遅かったんで、それはちょっとやっぱこっちが申し訳ないんですけど、やっぱ会話がやっぱこうスカスしてましたね、お互いなんか頑張ろう頑張ろうみたいな、私もやっぱり好きになってもらいたいこの一瞬しかないってやっぱ思ってたね、本当終盤っていうか、まあ、本当最後の方だったんで、だからあそこで選んでしまったのはちょっとかわいそうだったなっていう。まあ、最後を抜いたとしたら、そうですね、今回 その6話は結構大変でしたね。5人から3人、自分の家族に合わせるっていうところで一番悩みましたね。基本自分は決めていくんですよ、ローセレモニーは。
決めていくんですけど、あれは本当に決めれなかったですね。だからその場でもうずっと考えて、はい、だから長かったです。その場で決めましたね。あ、見てから決めました。そういうこともあるんですね。そういうことはありますね。見て自分がまたこう思い返すこととかをいろいろ考えながら